はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園農業日記ということで、今週はですね、本編が始まる前にですね、苗の観察をしてからですね、本編って形になりますのでお付き合いください。で、こちらなんですが、右と左で苗の品種が違いまして、こちらがですね、とちひめで、こっちがですね、スカイベリーになります。で、一応こっちのスカイベリーの方はですね、一回もう観察で見てますので、まあ、こちらのね、とちひめを今日は見ていこうかなと思いますんで、お付き合いください。ではね、ちょっと目線を下げますね。苗目線に下げましょうか。一応こちらはね、2回目の葉かきが終わりましたね。3回目には入れなかったかな。こんな感じです。はい、こんな感じ。しっかりとね、はい、追肥作業をして、一応2回の葉かきをしました。ちょっとじゃあこの苗を見ていきましょうか。はい、こちらですね。よいしょ、こんな感じ。はい、まあ、追肥もしてるんでね、しっかり、まあ、根っこも出てますね。しっかりと不定根も出てて、いい感じの苗かなと思います。はい、こんな感じです。はい、はい、ではですね、本編に行きましょう。さあ、吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。で、今日の作業なんですけど、今日はですね、配管作業やっていきます。で、一応ですね、2日前に完成チューブのね、動画をね、上げたかなと思うんです。まだ見てない方、こちらにね、出しておきますね。見ていただければと思うんですけど、その完成チューブを、配管につないでいく作業をやっていきますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、こんにちは。これからつないでいきます。一応ですね、こちら、まあ、今繋ぐんですけど、こちらがですね、まあ、完成チューブ伸ばしたやつなんですよ。これをですね、今からこちらの配管に繋いでいきます。ちょっと長めに引っ張ってあるんで、はい、それをまずカットして、はい。あとは、ちょっとやりますよ。はい。2本、完成チューブが出てるから、はい。で、1回、泥が詰まってると大変なもんで、水を、はい、電気スイッチ入れて水を出して中の缶の土をじゃないと灌水チューブが詰まっちゃうから、一、はい、回水を出して詰まってないかをやったら OK だったんで、はい、2本つなぎですから、太い缶がここに入ってます。30が、はい、そこから20が出てますから、これ20の塩ビですね。そうです。はい、T の字のチーズってやつと、はい、まあ、あとは、この90度の曲がり、20でちょうど。はい。はい、で、これを刺して、はい。で、普通の針金ですね、これ。はい。鉄則線ってやつなんです。はい。これを、まあ、3本ぐらい。もう1年しか使わないから使い捨てですね。はい。で、縛って、この灌水チューブも1年しか使わないからね。はい。で、ここへ刺す。はい。じゃあちょっと、お願いします、作業の。皆さんは手袋してやってね。あ、そうっすね。そう、僕はやらないから、基本。ね。で、こういう風にして、締めていくっていう。はい。よじって、締めていく。一応これ、この針金今止めてると思うんですけど、これは、はい、今、これ三重にしてますよ、これ。そうです。切れちゃって、水が漏れたり、ここは観光でやってもお客さんがここに踏んじゃったりするのよ。はいはいはい、そういう、なんていうの、最悪のことも一応考えといて、普通の農園でイチゴだけ作ってる人はこれ一つでいいかもしれない。うちはでもね、いろんなお客さんがいるのよ。だから、完全にやっとかないと、今度は自分で水出した時にぶっつけてると、なんだ、お客さん入れるときにちょっと戸惑っちゃうからね。うん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 、だから、こういう風にやって、ねじって。はい。ねじって。ね、はい。安いのよ、これ。そうですね。これは、一束多分68円ぐらいでしたね。そう。で、8本あるから。で、これは15センチってやつ。これより長いのは高いのよ。だから安いやつ。うんうんうん、これはメッキしてあるけど、メッキじゃなくて普通のね、もっと安いのもあるから、何しろこういう1年しか使わないやつはね、お金もったいないから、ね、経費を落とす。ね、はい。いくらでも経費は落とさないとダメ。ね。よし。
プライヤーでしっかりと止めるんですね。そうです。で、はい、針金で刺して、はい、刺しとけば、厚かかるとこれがパンパンになるのよ。その時、はい、抜けないからここ刺しとかないと、うんうん、で、こういうとこ何箇所か刺しとかないと、厚かかるの。すんごい厚がかかるから、はい、そうすると、貫水チューブが抜けちゃったり、ここから取れちゃったりするから、このやつがね。うんうん、そうすると、ここが水浸しになっちゃうから、はい、もう、最悪のことも想定していくっていうのが一番いいですね。はい。ええ。まあ、こうやってね、しっかりと、こう、止めておけばね、ここ、まあ、ここですね。そう。ここなんかは止めておいてあげると、やっぱり止めないですね。これがポイントですね。ただ、針金でやって、いろんなやり方があるんですけど、まあ、これは、普通っちか、一般的ではないかもしれないんですけど、まあ、うちあたりは、お客さんが来るから、うんうん、それを想定してね、もう、一応この針金は二つでいいんですかね、止める箇所は。二箇所ぐらいで大丈夫です。そんなにいっぱい止める必要性も。もうないですね、うん。もう抜けないから。うんうんうん。で、早くやんないと、ね、もう来週から植えなくちゃなんないもんで、うちあたりもね、早めに終わしたいっていうのが本音がある。そうですね。一応この配管作業が終わればもうほとんどもう終わったような感じですからね。そうですね。そういうことになるんで。ちょっと綺麗っていうわけにいかないんです。で、だいたいここらまでウェイトを作っとかないと、お客さんにここに登られちゃうと切れちゃうのよ。はい、そうですね。はいはい。だからね、なんちんでかな。お客さんはね、ズブの素人ちぐんじゃなくて、なんちの、イチゴの実しか見てないから、イチゴの木とかこういうことは見てないからね、よじ登っちゃうの。うん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 。そうするとここが破れちゃう。こんなビニールのこの完成チップはとても薄いから。そういうのも気をつけていかないとダメね。うんうん。うん、まあ、登ることも想定して、まあ、作ってるってことですね。え、はい。はい。ではですね、配管作業終わりました。こんな感じで。はい。ずーっとね。はい。しっかりと、つなぎ終わりました。はい。全体も撮ります。はい。こんな感じでーす。はい。では動画いかがだったでしょうか。先ほどなんですが、車掌がですね、配管作業をやってたんですけど、今日はね、配管作業あんな形で、ずーっと行っています。で、この配管作業って、やはりですね、非常に重要なんですよね。これ、マルチ、畝にですね、マルチがかかって、転職したらマルチをしてからっていうのは、どうしてもですね、もう見えなくなってしまうんですよ。この配管がどうなってるかっていうのが。で、どうしても気づくのが遅れてしまったりすると、水がかかってなかったとか、そうすると、イチゴがね、の生育が変わってしまったりするんで、非常に重要なところなので、まあ、参考にしていただければと思います。で、また明日もですね、動画撮ってきますので、ぜひぜひご覧ください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。いつも私がね、農業するときに考えてるんですけど、うちの父親によく言われてたんですよ。ね、おさむ徳農家になれって言われてて、徳農家になるかならないかっていうのはね、見る目ですね。よくこういうふうに言われてたの。徳農家の人は草を見ないで草を取る。ダメな農家は草を見て草を取らない。だから、こういう単純なことかもしれないんですけど、こういうのも、見るとこ。だから、私らはお客さんのことを考えながらやらないと、想定外のことをやられちゃうんで。だから、普通のイチゴだけ作ってる人も、そういう風に、余計なことまで、もう先に考えて、農業でも仕事でも何でもいい生き方は考えていかないと、想定外っていうことが今たくさんあるから、そういうことも考えていくっていうのは経営者としての農業人だ、そう思います。今日は配管、あとね、まだね、あと半分ぐらいあるからね、頑張ってね、明日までには絶対に終わらせます。一緒に頑張りましょう。以上です。